っちゃここ映えてる。夜のね、プロメテウス火山やばいね。ファミリービラグ。オーロラみたいに映えてる。うわ、海底に満開。ここもめっちゃ映えてるね。の部屋は、うん、ホテルの部屋はママが部屋を基準で取ってないから、そういうことでしょ、ママ。寝れればいい、寝れればいい系でしょ。映えは狙ってません、はい、楽しかったけど、ね、今日はちょっとね、朝から悔いがあった、うん、いろいろ悔いがあったな。まあ、しょうがない、明日あるから明日頑張ろう、マジで、うん。新しいさ、アトラクションってあまり出ないよね。ソアリンが出たじゃん、この前。ソアリンの時めっちゃ盛り上がってたじゃん、ね、みんな、ね、うちらもさ、2回ぐらいソアリン乗れなかったよな、行っても。で、諦めてたよね、100分待ちとかだった。そうで、結局3、4回目ぐらいでやっとみたいな感じだよね。皆さん、第1位だね。そうそう、このカートさ、2日分払うとさ、返さなくていいっていう情報さ、案外みんな知らないよね。なんかね、こう黄色いタグがこの辺についてた。
これね、お金払ってそうやって言うのよ、パークの外に暮らしたいからって言うとタグをつけてくれる。前回なんか知らない人たちが返さないといけないんですよみたいなコメント結構あって、しかもね、入り口でもしタグつけてなくても自家分払ってれば、あの入り口でもつけてくれたんだよ、前は、うん、基本自家分払うっていうのが条件なんだけど、うん、ごちそうです。ドア閉めて。ドア閉めてって言ってる。ドア閉めて。じゃあパパが閉めるね。パパが。行くよ。パパがホースで閉めるから。ほらお姉ちゃんが手振ってる。ドア閉める。待って待って待って。行くよ。シシ。行くよ。閉まるよ。はい、閉めた。どう？ありがとう。はい。はい。ママ、助けてくれ。助けてくれ。ママ、閉めて。えぐいね。人だった。何の話マゼランズの隠れ部屋知らないの？レストランマゼランズ何回か昔イーシャンがちっちゃい時行ってるじゃん。普通のとこしかないもんね、うん、ママレストランの話ね。ディズニーシーのマゼランズっていう、まあ明日ディズニーシーって行け、明日も行けるっていうのがあるから、まあ今日はね、とりあえず明日朝早く学校入園前に習った方がいいから、うん、お兄ちゃん、リンゴジュースとオレンジジュースとブドウジュースとコーラとキリンレモン、どれがいいか。リンゴジュースでいい。
にいるから。絨毯でよかったね。ふわふわの。どうもビュッフェで鬼ごっこしてる。体力あんじゃん、すげえ。どうやると思う？お蕎麦ね。そうね。ねえ。餃子。ハンバーグ。ポテト。ポテトもね。エビフライ。コーンポタージュ。味噌汁。うわ、ステーキじゃん。いいし、うわ、見て。美味しそう。カニもらいたいです。うわ、すごい。何枚お取りいたしますか？1人。いいよ、もう食べて。大丈夫だよ。はい、せーの。いただきます。はーい。はい、本日の夜ご飯です。パパはサラダとステーキとカニ。そう、果物。ママがサラダ。お味噌汁、ステーキ、天ぷらかな。で、シシはコーンポタージュ、パン、ナゲット、
ブロッコリーとお魚さんかな。ねえ。はい。でご飯ね。はい、ありがとう。ニーニーは？ニーニーはカニと。基本カニかな。そばと。お、おそば。はい。うん。マヨと。ね。ご飯とステーキ。マヨと。うん。美味しい？美味しいね。ママ追加で来たね。ママも追加で果物が来た。これもデザートかな。うん、パッチ。ママ。はい。シシいただきますでした。シシいただきますでした。はい。した。じゃあいただきまーす。あ、美味しそう。カニ。いただきます。ズワイ美味しすぎてやばい。美味しいな、カニね。はい、カニをおかわりしてきました。カニが美味しすぎて。で、お姉ちゃんに剥いてもらいました。わー、すごい上手。やばいよ、ね、お姉ちゃんが剥いてくれた。イシャン、イシャン、イシャン見て。やばい、ママあげる、ママ、はい、どうぞ。おいしい。ママイエーイ。よいしょ。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。あ、上手にできました。ありがとうございます。強く残る思い出が月のように切なくて、あなたと過ごした日々を誰よりも大切に。あ、チョコ。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 おしっこって言ってる。すげえ。ウンティが出たのか。おいで。部屋戻ってからウンティ変えてもらえ。